ミッション反抗期。こんにちは、パーチューの直人です。ウッシーです。オモロチュー出身、ウッキーです。トヨタパークセルデザインの古川です。ゲストの古川さんですね、はい、なんか自己紹介してもらった方がいいですね。そうですね、はい、ですね、私はトヨタのファクショナルデザインというYouTube をやっておりまして、東京で、トヨタマ手技治療院という治療院を、やっています。バーベルスポーツをされる、競技者の方のオーダーが多いので、まあ、今日はですね、その方々の例えばセルフケアだったり故障予防のためのですね、エクササイズメニューなんかを皆さんに、ね、体験していただきたいなと思います。バーベル競技の方は割と専門って感じなんですか？増えちゃったんですよね。あ、最初はそうじゃなかった。普通にやってたんですけど、最近もうパワーリフターすごい率なんですよ、ね。患者さん来るとあ、ペットちっちゃくなったかなって今日はエクササイズの、はい、紹介をさせていただくんですけれども、はい、その前にお近づきの印といいますか、はい、ご挨拶があったらですね、皆さんのお体をちょっと、見させていただいてもよろしいでしょうか？ぜひお願いします。よろしくお願いします。結構歪みには自信あります。歪みに自信あります。僕歪みだらけだと思う。ミスター歪みからいきましょう。じゃあ行きましょう。あ、じゃあ僕からじゃあ、はい、了解しました。なんか気になったことあるんですか？何個かあるんですけど、はい、一番は左の股関節。あー、了解です。はい、ですね、ガチなやつですね。ガチなやつです、はい、これガチなやつです、はい、ガチなやつだ。そこは伸ばします。内側に伸ばします。おー、ちょっと大変します。おー、はい、失礼します。ちょっとこのまま待っててください。これを6回繰り返します。6回すると、こっちはつるっとある。これでもう一つ左の股関節楽になった。めっちゃ楽になった。一番楽になった気がします。多分腰なんですけど、多分腰だけじゃない気がしてるというか、多分もうこの辺とか、さっき肋骨とか、はいはいはい、うん、あとここはもうなんかトレーニングしてるしてない関係なく詰まってる感があるんで、うん、はいはい、でどこからかは分かんないですけど左はちょっと外に足先が逃げていく感じでしょ。左の側面の硬さっていうのがちょっと強いなって話で、アンディに遊ばれてるみたいな。これだったら左の足首しっかり乗ってるでしょ。足の裏がちゃんとふわふわしない。左に行きます。あ、ベンチ通しましょうか。あ、ベンチ通しましょうか。はい、はい、こっち曲げた時にこれがね、すごい。この絵が好きなんだよな、さっきから。そうですね、はい、胸の筋肉強い。顔ですか？左に頭を落とします。はい、息を吐いて、右に頭をします。はい、左手を上げて、左手を上げて、そう、息を吐いて、もう吐いたから、左に倒してください。わざと？いや、脱力のために。脱力のために白目向いたの、はい、どっか行っちゃってるよ。肉まられ状態みたいになってて。あ、すごい。すごい。どう？いいっすね。これ、これ自分でやるでも、全然いいっす。もちろんいいっすよね。マッサージガンとかでも、まあ、アプローチでもいいっすか？はい、ひとまず皆さんにですね、治療をお受けいただいて、今のこの状態だったら、トレーニング安心していってますかね。はい。このこう変化っていうのを、自分でセルフで、出せる方法っていうのを今日はお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。この変化を。はい。この後の授業よろしくお願いします。お願いします。オウ！はい、じゃあ日直。起立。気をつけ。礼。おはようございます。おはようございます。着席。アドリブで終わりましたね。さすが。さすがでございます。チャイムが聞こえました。うちの特攻隊長なんで。今日の授業はですね、歪み解消、プレワークアウトチューニング。プレワークアウトっていう言葉はしてますよね。はいはい。これからトレーニングするのに、体の準備を整えるためにサプリメントを取りましょうとかね、うん、そういう話じゃないですか。そのサプリメントのように、これからトレーニングするための状態にする、エクササイズ、モビリティルーティンっていうのを今日は、お伝えしてですね、お願いします、はい、お願いします。まあ先にですね、座学内容からね、はい、お話ししたいなと思います。はい。まずですね、1番、歪んだ体のままトレーニングすることのリスクを考えましょう。関節とかね、筋膜に歪みができるっていうのは皆さんもご存知だと思うんですけれども、はい、その歪んだ状態で動くと、実際にイメージした動きと違った、動きが出ちゃいますよね。例えばスクワットやるときにも、膝が、片方の膝がね、まっすぐ曲がってくないでこうやって横によれてっちゃったりなんてあるわけじゃないですか。はい、でそれは困ったもんで、無意識に出てしまうんですね。高重量になるとね、それが歪みが大きく出るっていうのは結構皆さんも分かってますよね。ご存知ですよね、はい、でそうなってしまうと、バーベルの重さを上手に骨格で分散することができないですね。何が起こるのかと、レジュメを見ていただいて、リスク1、
荷が負担が集まってしまう場所を壊すってことですよね。膝がこっちに入ったらどうなります？スクワットの時にこの外側の半月板えらい窮屈じゃないですか。外側潰れちゃいますよね、うん、内側どうでしょう。内側は内側の側副靭帯なんかちぎれやすいですよね。ついでに前十字も危ないんですよ、うん、内側を支えてる方向筋なんて筋肉とか白筋とかね、こう入ってるようなインナーマッスルたちなんかもあっという間に壊れちゃう。側縁なんかも起こしますよね、そういったリスクっていうのを負ってしまうってことですよね。でリスク2、全身を最大限に、連動できない、うん、こうやってしっかり押せてるの左ばっかりだったらこれ両足で押せてた時のパフォーマンスと同じでしょうか。当然下がるわけ。だから歪んだ状態での練習ではパフォーマンスが低くなってしまうよっていうのもこれリスクの一つです。そんな練習を1年2年続けたらどうですか。もったいないし怪我しますね。そうと、ということで歪みはない方がいいよねって話になるわけです。次2番目ですね。モビリティが高くて操作性の高い身体条件、ね、体の条件でトレーニングを積むことのメリット、もうすでに言ってしまったんだけれども、僕らの体っていうのはその時々の体の条件でトレーニングが学んでいくんですよね。例えばねスクワット同じ100キロ立ったとしても綺麗にスクワットする人と汚くスクワットする人って見てたら分かるじゃないですか。分かります。汚いスクワットをしてる人は綺麗にスクワットしてる人よりもより無駄な、力を使って立ってるわけですね、うん、でそれでも100キロ立つってことは綺麗に立ったらもっと上の重量を立てるじゃないですかっていうことなんですよね。汚い動きっていうのがさっき言った歪みによって起こっていたらどうでしょう。無意識に出てしまうものですよね。ただそこはもうコントロール下に置けないわけですよ。僕らのね、体が、運動を学ぶ、スキルを学ぶっていうのは、その時の体の中で、より効率的な動きっていうのを模索します。だから、歪んだ体だったら、歪んだ体なりに、最大限効率のいい動きを探してしまう。整ってたら、その整ったなりで最大限の動きを見つける。はいはいはい、これ分かりますよね。はい、分かります。ってことは、どっちがいいんだ？だから、最大限整ってた動きで、トレーニングを積んだ、学習した方が、より到達点が高くなるよって話になるんです。操作性の高い、体、さっきみたいに整った体で、トレーニングをするっていうのは無自覚のね、フォームの崩れっていうものが生まれにくい、大幅に減るので不用意な故障っていうのも出にくいですね。歪んでると、はい、歪んだフォームがやりやすくなるじゃないですか。ありますね、はい、なんか例えばつま先の向きとか揃えたりしてやるとすごい違和感出たりするじゃないですか。歪んでる時でもつま先とかはちゃんと戻してやった方がいい。例えばね骨格的に左右差がある人いるんですよ。右と左でね股関節のねじれ具合、まあはいはい、それがね違う人いるんです、うんうん、そういう人は揃えちゃうと逆にぐちゃってこうはまった状態で そうだから関節自体がニュートラルな位置関係で動けるってことが大事です、ね、だからね外から見えた形だけを整えるっていうのが全部正解かっていうとそうじゃない時があるのよ。なるほど難しいですね。いや多分ね直人さん気づくと思うよ。多分指導してる時に気づいてらっしゃると思う。あこの人こっちに外した方がいいなって思う時あるでしょ。それはまっすぐにすると動きが窮屈になりすぎる、うんうん、だからそこの窮屈な関節を逃がしてあげた方がこの人綺麗に立つねーバーベル自体がぶれないねってなったらなるほどあこの人の体の特徴なんだってことが分かる。むしろね僕らみたいな治療家の方がそこにとらわれるのよ。あシメトリーじゃねえみたいなね。逆にそういう変な知識っていう変なじゃないね、まあ、知識が何ていうかなその本当に選ばなきゃいけない結果っていうのを邪魔するんじゃなくてトレーナーさんたちはねシャフトをぶらさないで最大限無駄なくシャフトの力を伝えるためにって見てた時の方がよりその人の骨格に合った動きを選んでる時が多い。ただそれができる人っていうのはそれなりの競技者です。まあそうね経験があってこその感覚ですからね。そうなんです、うん、だからもうその人がかなりこうまあなんていうかな高いレベルで試行錯誤を何年も継ぎ足してる人であればそういう目が育ってます。だけどまあ、ちょっとやっただけでそれ自分の限界にこう挑戦した経験のないような人が教えてしまってるとその限りではないというのは付け加えます。はあ、結構パワーチューブの、まあ、動画でも怪我をした時に断裂とかじゃない限り、あ、まあ、痛くないフォームをその探すじゃないですか、はい、うん、それに対しての考え方って どうなんでしょうか。その、ね、痛みというものを上手に味方につけましょう。痛みってなんで起きるんですかね。はい、はい、あー、痛いです先生。痛かったですね。はい、でもこれ靭帯切れてますか。いえ、切れてないです。動きますよね。はい、もう何の怪我もしてないですよね。
なんで借りたかったんですか。組織がこれ以上の張力には耐えられないって感じた時に痛みを警告として出してるんです。逃げろとってことはですよ、はい、壊れた場所ってのは脆いですよね、はい、脆いから他だったら同じ、右手左手で肘壊せたりしましょうか、うん、壊してる側は壊してない側、壊してない側は耐えられるような負荷でも壊してる側は耐えられない負荷に変わりますよね。そうすると同じ重量でもいてってなるわけですよ。さあここは大事、痛みと喧嘩しないことが大事です。同じダンベルカールだったとしても重量が軽ければ痛くなかったとしますよ、ね、重量が重くなってきた時にあたたたたってなるようだったら、その痛みが出ない重量だったら組織は耐えれるわけですよね。トレーニングはその人のポテンシャルに合わせて重量負荷設定をするのがオーバーロードの原則で、大原則じゃないですか。痛まない範囲の上限を探るっていうような練習っていうのがリハビリ期の、指標になるんです。怪我からの回復期は一つ気をつけなきゃいけないのが、痛みを避ければセット組んでも大丈夫って考えちゃうのが結構間違いない。あのね、回復のトレーニングで一番大事なのはトレーニングをしないことで、リトレーニングによってパフォーマンスが下がってくる、萎縮していくのを止めなきゃいけない。そのためには今壊れた状態だけど出せる上限のパフォーマンスを、出してあげる。そうするとその能力は持つんですよ。ただしそこでセット組んじゃうと壊れてるところをさらに傷つける行為に変わっていっちゃうから、またダメージを負っちゃうんです。だからずっと片肺飛行で壊れたままいっちゃう。だからやり方としてはトップまで見る、違和感が出てきたなって言ったら、あ今日は何キロだな、で次の練習会でそこを同じことやって、あれこの前この辺から違和感あったけど、あ出ないな、もうちょっと上まで行くか、でこうやってやってるうちに組織が回復していくと、回復に合わせて重量上がってくる。でもこれ以上変わらないって時期が来る。傷が軽ければ今までと同じ状態になります。でも傷が深ければ今までより目減りしたところでプラトー、あの上限が来ます、はい、その上限から計算した 1RM から重量を設定してセット組みます、怪我した後っていうのはマックス見たくなるじゃないですか。今のあれ危ないですね、やめといて。ちぎれた組織が元の硬さを取り戻すのに大体3ヶ月かかるんですよ。リモデリング期っていうのがあるんですけど、とりあえず動くって言っても実は仮止めしてるだけ、脆いんですよその筋肉。だからそこでワンマックスバーンってやっちゃうと場合によっちゃバチーンっていっちゃうんで、だからそれはしない。せいぜい2、3、まあ3レップかな、で様子見た方がいいですよね。この2番、モビリティの高さ、身体の、操作性の高さ、これを保ってトレーニングをするメリットの、まとめをしたいと思います。メリット1、トレーニングの質を高めることができます。質の高いトレーニングを重ねればそれだけ、ね、強くなるチャンスがあると。でメリット2、故障を防止することができる。しょっちゅう故障してたら気がついたら去年と変わらないなんてなるじゃないですか、ね、故障はしないに越した方がいい、ギリギリは攻めなきゃいけないけどね、はい、はいはいはい、だからそのギリギリを攻めるためにエクササイズを作ったんです、まあかなとね、はい、で3番、5分で完結する、モビリティルーティンプレワークアウトチューニングのご紹介となります、はい、さ、早速ですね、私自身がですねずっと、まあ、治療家人生を、かけてですね積み上げたエクササイズプログラムをですね皆さんに実際体験していただきたいと思います。よろしくお願いします。